輪島塗輪島塗りとは、石川県輪島市で生産される漆器である。輪島塗りの製作では、上塗り前に厚手の生地にキュウル漆と米糊を混ぜたもので布を貼って補強する。キュウル漆と米糊、そして焼成系層土を混ぜた下地を何層にも厚く、施した丈夫さに重きを置いて作られている漆器である。伝統的工芸品に指定された、 際の通商産業省による輪島塗りの要件は次の通り。これらはあくまで伝統産業の振興を目的とする法令、伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づく伝統的工芸品としての輪島塗りの要件である。これらを満たすことで類似品と区別するための伝統商子が使用できたりするが、これら要件をべて満たしたものだけが輪島産の漆器というわけではない。 布着せは、生地に布を貼ることで、湾の縁や高台、箱物の角など傷つきやすいところを補強するために施すものである。漆工芸における基本的な工程であるが、現在広く流通している漆器では省略されることが多く、和島塗りや越前塗り、軽漆器等の一部の漆器産地で作られるものにしか見受けられない。また、漆にフィラーを配合して作ったペースト状の 下地材を何層にもわたってヘラキで塗装していく工程を本建地といい、これも漆工芸における基本的な工程である。輪島塗りではこのフィラーに輪島地の粉と呼ばれる小成系層度を用いるのが特徴である。本建地の工程では、最初は漆に数百マイクロメートルの流形のフィラーを点表面に見える赤や黒の漆はこの後に発毛で塗装されている。なお、 漆工芸では、ヒノキのヘラを使って、下地作業を行うことが多い、輪島のある、能登半島には、ヒノキが分布していないため、代用材として同じ、ヒノキ科のヒバをヘラキとして用いる。特に、能登地方ではヒバを、あてと呼称していた。能登アテは、青森ヒバから分根したものであるが、現在では、材木として、ブランド力のある、 青森ヒバに習って、ノトヒバとして市場に出ることが多くなった。ヒバ材は、ヒノキよりも許容応力度が劣るものの、ほぼ同様の性質を持ち、和島地の粉を使った下地作業には最適とされている。和島での湿気の生産は、古くまで遡ると考えられる。同じノト半島の三院遺跡からは6800年前の漆製品が発見されている。和島では、 平安時代の遺構である矢に B 遺跡で、漆製品が発掘されている。輪島塗の特色を備えたものとしては、産地を挟んで、輪島の南側にある、穴水町の西川島遺跡群三立遺跡で、軽装土を下地に用いた湾が発掘されている。現存する最古の輪島塗は、室町時代の大英四年作と伝わる十蔵神社、旧本殿の朱塗り扉と言われている。 現在のような輪島塗りの技術が確立したのは、江戸時代前期の漢文年間と伝えられている。能登半島北端にある輪島は、北前船などの寄港地であり、この時期にはすでに海運のりを生かして、販路を拡大していた。また陸路での行商も行われており、元老さが評判の輪島塗りは、日本各地で使われていた。人金の始まりも江戸中期の競歩機、薪江は、 江戸後期の分世期に入ってからである。日清、日露戦争で輸出が減衰したが、国外の博覧会には毎回出品し、主要性産地の漆器の中で突出した値段で取引されていたという。現代においても、輪島塗は高級漆器として広く販売されていると、共に輪島市にある輪島塗会館や石川県輪島室芸美術館などは観光スポットにもなっている。 また、輪島塗りのバイオリンが製作されるなど、器以外への応用も模索されている。さらに、国内需要や実用品としての需要の減退を受けて、日本国外の富裕層向けに一点ものの美術、工芸品を製作して販売する、ウンルー流ンのような工房や海外から来日して、輪島塗りのアクセサリーを製作する、ロススタジオのような工房も現れてきており、 様々な方法で伝統産業としての維持が模索されている。横浜市商工科編。横浜商工違法。第215ページ。輪島塗りバイオリン世界へ。発生産製作マイボストン美術館初展示北陸中日新聞2017年10月5日。横浜市商工科編。横浜商工違法。第21,925年。ありがとうございます。